大統領で使う代用金、支出って一番、まあ、使いやすいのは代用金と徴用金、徴用金っていうんですかね、つながって、で、みんな腹でこうイメージするとこうなっちゃうんだけど、代用金ってここから背中側につながってるって、これだからね。でそれを逆使いをすると、ぐーっと縮めたのを外すと、これは大腰筋をぐーっと縮めて、ポンと外す、ゴムを引っ張ってるのがパッと反動が出るよね。伸ばすのに使ってもいいんだけど、使いにくいよね。みんな、こうなっちゃう。そうじゃなくて、背中に、背もたれについておいて、腰だけぐーっと反らせるような使い方になる。正直に使えず、用意しようってこんなことやってると何やるかな。それよりは、触れてスッと動いた方が、はい。そういう意味では、頭を持ってで持ち上げますよって言った時に、ポンと外してっていう使い方をしているところはほぼないので、やっぱりこういう感じ。だから、こう間違ってみんな背中を反らせるっていうことになるんだけれども、背中は反らない。腰の上の方の部分でこうやって。大腰筋っていうのは、こうやってお辞儀をするときに使う筋です。みんな腹筋でこうお辞儀をしてるっていうふうに思ってるんだけど、それやっちゃうとひっくり返っちゃう。引っ張られると頭が起こっていく。それを大腰筋がぐっと支えながら、出力調整をしながらお辞儀をしてるんです。こうやって曲げるために大腰筋って使われてるわけじゃないんだよね。後ろ側からこう引っ張って、で、倒れるのを防ぐ。養心館の塩田海祖が弟子に指導するときに腰のところをグッと持っていったりとか、あそこはそういうことだよね。なんでそこで整うのかっていうと、大腰筋が活性化される。この状態でぐーっとお辞儀をするのに、こうやっちゃうと頭が前に起こっちゃうから、こういう状態で、それがこうみんな返してるんですよ。こうなる。これは広背筋とか、そこら辺を使って、あるいは使える人は菱形筋っていうことになるから、それが使われるだけで腰は動かない。腰のこの部分をぐっと腰の一番こう白い部分をぐっと反らせるようにして使うんだけれども、そこの白い部分を使うとこの程度、さらに力を加えるのに大腰筋でぐーっと突っ張ってるんですよ。当然わかると思うけど、左の大腰筋、右の大腰筋って両方あるんですね。稽古の時には両方いっぺんに使うけれども、実際はこう使ったり、こう使ったり、右と左の出力調整をして、右弱く左強くとやると、逆に右強く左弱くとやると、大腰筋はお腹側にはありません。腰側にあります。今日日本語持ってきてないけど、べったりこう背中側に張り付いていく形で大腰筋で存在してますから、そこを感じてもらえればいいと思います。グッと戻って、もう手では使い道がないよね。で、頭でも体を倒してもこないけれども、ここだと、ちょっとちょうどここのここら辺をグッと踏ん張ってほしいです。はい、以上です。大腰筋を使う場合、相手が打ち込んでいきます。ひょいと捉えます。で、腕をこうやって押す、押し返すっていう
佐川さんのところの解説をしているあの古いビデオ、誰とは言いませんけれども、そういう人がいました。で手で押し返しても相手が力いっぱい打ち込んできてしっかり止めたやつをこうやって押し込んで人が飛ぶわけないんですよ。こう取ってここでポーンと